ありがとうございます。登ると絵になるんやけどね。よじ登れ撮ってやる。三州殿ってあっちやんな。なんか駐車場があってなんか言っとったんや。せせらぎ、川のせせらぎ。焼いてしまった子供のこと言ってるね。カブツチって書いてある。じゃあ俺っぽいって。ちょっと待って。それ変じゃん。いや1個入れてじゃあ一緒にっていう。おかしい。こんなとこ？あ、いいよ、そこでいい。すごい顔撮れてたのに撮ったらアップすぎてシワがすごいやめろよ。いつまで撮れって言うの。今日俺ずらさんね。あんたの目線で行こうか今日。あんた目線、あんた完全にやる。あ、イザナギとイザナギか。シデが揺れとる。これさ、カメラじゃ大きさ分からん、ね、すごい立派、畳みたいな。こちらがしめ縄です。頭下がるんたんて失礼で結界張ってあって、綺麗よね。竹が青い。あ、でもこれは切ってやつ。言うね。これプラスチックなの。これプラスチック。赤字屋人じゃ本物だけなの、うん、手が洗えん。あ、一個肩落ちて、すごいかっこいいな、建物めちゃくちゃかっこいい、ね、なんかあの熊野の神社に似てるな、色がすごいな。綺麗な。
取った方がいいじゃん。金崎稲荷神社、金崎って言うんだ。ウカの御霊の神。うん、稲荷さん全部ウカの御霊の御神様。すごいな。枯れちゃうものなのかな。あ、これ石に何か書いて中に入れる。三宮神社、聖神社。こんなとこに織りなすった。あ、すごい揃っとるじゃんこれ、うん、3つ。高見結び、早玉、ああ熊野神社やね、早玉大社とか。
ここの締め縄取ってって作ろう、帰ってすぐ自分のものにする、うん、なんかあれ、あの棒って昔の人がさ、ご用だご用だっつって疲れるな。あそこ何やる、ああ、顕微台じゃん。あ、それでごよごよ。どがっこいじゃん、これで。歌がさ、ポスターこれ引きちぎって持ち帰る。ちょっと手がかじかんできた。痛いな。何やろ、すごい。趣があるけど。家？ただの家？怒ったいてた、神社に怒って、しまった、しまった、手が冷たい、しゃもじが怒って、100%。 あんたは